今日は何一つ不思議なところのないメンバーの年齢のお話をしようと思ってます。まあ基礎知識みたいな感じで聞いていただければいいかなと思います。よろしかったら最後までぜひご覧ください。はい、まずメンバー5人の誕生日をですね、年齢順に並べてみたのがこの表になります。矢上徹さんが1962年8月19日の生まれ、1人だけちょっと年が離れている形になってます。で、今井寿さんが65年の10月21日生まれ、桜井篤さんが早生まれで66年の3月7日生まれ、星野さんが66年の6月16日生まれで、樋口豊さんが、まあ、矢上徹さんの実の弟にあたるわけですけれども、67年の1月24日ということで、まあ、これで、現在の満年齢ということで言うと、はい、一番年上の矢上徹さんが61歳で、続いて今井さんが58歳で、桜井さん、星野さんが57歳で、樋口さんが今現在56歳で、あと2週間で57歳になるというところです。で、まあ、ここまではよく、まあ、聞く話だと思うんですけれども、これを総当たりにしてみた図があるんですよ。こういった形ですね。はい、ちょっと分かりづらいかもしれないですけども、例えば今井さんを基準に見ると、今井さんは矢上徹さんより1159日後に生まれている、まあおおよそ38ヶ月後に生まれていると、そういう見方をする図ですね。なので今井さんは桜井さんより137日、まあ4ヶ月半前に生まれていると。で、今井さんと星野さんを比べると238日なので約8ヶ月ぐらい今井さんが先に生まれてて、樋口さんと今井さんでいうと今井さんが460日だから1年以上年上ということになります。まあまあまあ単に引き算しただけなんですけども、こうして見ていくとですね、日本ってどうしてもね、4月で学校が始まっちゃって、そこが区切りになっちゃうので、っていうか日本って言っちゃったけど、僕外国のことを知らないので日本っていう表現をしましたけども、まあそういう感じで言うので、今井さんと桜井篤さんが同学年で、星野さんと樋口さんが同学年で、まあこちらが下級生コンビっていう言われ方になっちゃうんですけれども、この図を見ていただければお分かりになる部分があるんですけれども、実はまあ例えば桜井さんを基準に見た場合、まあ、同級生の今井さんよりも下級生の星野さんの方が日付で言うと近いっていうことになりますね。まあ、これ結構忘れがちな感覚なんですけど、日数で言うと今井さんが生まれた137日後に桜井さんが生まれてるんですけど、桜井さんが生まれた後101日後に星野さんが生まれてるということで、まあ星野さんの方が年が近いとも言えますよね。で、こうして見ていくと、桜井さんと樋口豊さんは10.6ヶ月しか離れていないっていうことになります。10.6ヶ月っていうことは12を割っているので、まあ同じ年齢になる瞬間が1ヶ月ちょっとあるっていうことです。まあ要するに1月24日から3月6日までの間は同じ年齢になるし、逆に星野さんはまあ6月16日から今井さんの誕生日が来る前の10月20日まで、10月20日までは星野さんと今井さんと桜井さんが実は同い年になるっていう瞬間があるっていうことですね。それをこう年表の方で見ると、まあこれで、このエクセルじゃないやワークシートの表は不完全ではあるんですけれども、まあある程度目安となるところには年齢入れてまして、こうその時によってフロントマン、いわゆるボーカルとギタリスト2人の年齢が3人揃う時もあれば、今井さんだけ1つ上になって、桜井さんと星野さんと樋口さんが同い年になる時もあります。どうしてもね、矢上徹さんだけは常にこう先を行ってしまうんですけれども、そういった関係になっているということで、この図をこうそのうち配るので、皆さんじっくり見ていただければ、ああなるほどっていう部分はあるのかな。このタブーが出た時なんかは樋口さんの誕生日の直前になるので、年齢的にこう今井さんが23歳、
桜井さんと星野さんが一緒の22歳で樋口さんが21歳って結構ばらけた感じになってますし、まあその前のセブンスヘブンなんかは、星野さんの誕生日の後に出てるので3人のフロントマンが同い年になってると、はい、逆にね樋口さんと桜井さんが同い年に見えるってなると、まあ、その1月24日以降3月6日までの間の出来事であればっていうこと、例えば悪の花の発売が2月1日なので、これで言うと、まあ、今井様24歳になってるけど桜井さん、星野さん、樋口さんが23歳でこの3人が揃っている時期に出ているということになります。まあ、本当に今日の動画当たり前のことをただ喋ってるだけですけども、まあまあそういう感じで単純に下級生コンビって言うけども同級生に、あ、同級生というか同い年になることもあるんだよっていうお話でした。はい、では本当にこういうくだらない動画ばっかりですけど、よろしければまたご覧いただければ幸いに思います。ではね、またピース。